はい、まずはドラクエシリーズでおなじみのチューンソフトの中村さんに伺ってまいりました。ご覧ください。中村さんはゲームをお作りになる立場ということで、はい、まあ、一種仕掛け人的な役割もあると思うんですけれども、はい、88年は中村さんの目から見てどういったゲームが流行りました、はい、そうですね、まあ年の初めの頃はやはり、まあ、手前味噌になりますけどドラクエ3でフィーバーしましたけども、まあ、去年の暮れあたりから、まあ、数々のシミュレーションゲームが出てきましたね。ただやっぱり一部そのマニアックなところがあるんで、どうしてもこう好きな人はすごいのめり込んだみたいな、そういう感じありますね、うん、89年はどういったゲームが流行りそうですか、はい、そうですね、テレビゲームが、できてからシューティング、アクション、アドベンチャーでロールプレイングシミュレーションときたんですけども、そうですね、ですから次あたりはそのなんかね、また新しいジャンルができてもいいんじゃないかなって思いますけどもね、うん、中村さんがお考えになってるその具体的なジャンルっていうのはあるんですか？そうですね、もう少し時間かかりそうなんですけども、本格的になるのは、一つその注目しておきたいなっていうのはその今流行りのネットワークゲーム、ですね、うん、パソコン通信を使ったそのネットワーク上で、まあ、本来ゲームをやるためのものじゃないんですけども、パソコンなんかもそもそもそうなんですけどもね、やっぱりそういうものの上で、何か遊びを見出そうというそういう発想のもとで、きっとそういうネットワークゲームがすごい流行るんじゃないかと思いますけどね。89年はですね、ドラクエの4が出るんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、そうですね、どうでしょうか。 そうですね、まあ、あんまり大きい声では言えませんね。小さい声で期待しててください。わかりました。はい。